そこがノコギリではなくナイフだと思うんですがっていうのがこう来てるんだけどもいやあのねノコギリっつうのものはやっぱおっかなくていいなと思ったんだけども <laughs> 考え方はあの2つあると思うよつまりノコギリが手近にあったからあの日常生活で相手に襲いかかれるようなナイフって手に入んないんだよなかなか <laughs> もうよっぽど金かけない限り。でなたとか重いじゃない。 でもあの折り畳み式ののこぎりだったら普段家にあるから、まあ、岩手の人だから家にある環境にあったからだから普段あったからっていう考え方もあるんだけどももう一つの嫌な考え方として犯人がもっと狡猾だった場合ねの,こぎりの傷は整形手術でも治んんないんだつまりあの包丁とかナイフでスパッと切った跡っていうのは切断面がまっすぐだからくっつくじゃん。 だから包合手術してそ,それも溶ける糸とかを使ったらもう見えないようにすることはできるし手術だけでも別に整形とかの手術とかしなくてもその後であのでちゃんとくっついたら傷跡なくなる可能性があると。ところが ノコギリなんていうものはざっくり言って引っ張っちゃったら絶対に傷口がギザギザになるんだよねケロイド状になるからそれは跡が残るとだからもしその犯人がアイドルというもの自体に恨みを抱いていたんだったらノコギリっていう武器はなかなか嫌なこと考えやがったなっていうふうには思う,思うんだよね。まあどっちでももわかんないそれはもう本当に あのだからなんで「ノコギリという武器を選んだんですかってそれは犯人に聞けよっていうのが <laughs> 正確なところだけどもこれに対する考え方としては2つ手近にあったからっていう考え方ともう一つ犯人はかかなりの悪意を持ってたからっててたらいう。これはどっちでもなんかあ,のあり得ると思うな。